しめじとオクラのもずく和えを作りたいと思います。それでは材料ですけれども、オクラですね、それからしめじとカニカマ、それからもずく、これらっきょうです。オクラですけれど、これは塩もみです。それまあ これは小口切りに切ります。オクラは斜めに切りまして、カニカマですけど、これも等分に切りまして、ほぐしておきます。こういうふうに手でほぐしておきます。しめじはこの石突きを取りまして、これもさっと湯がきます。もずくを入れますね。しめじを入れます。オクラを入れます。カニカマですね、カニカマちょっと残して、後からちょっと残してみよう。でこれをで少し混ぜまして、それにらっきょう酢、最後にらっきょう酢を入れます。これで出来上がりです、はい、最後にちょっとカニカマを残していますのは、この和えたものの上にちょっと上にこう置いたら彩りよくなると思いますので、とても簡単にできて美味しいです。